こんにちは、平井弘明です。今回はですね、アイアンについて動画を撮っていきたいと思いますけども、コースに行ってですね、ティーショットうまくいったのに、セカンドショット失敗しちゃったとかですね、もうちょっとアイアンショットがピンに絡んでくればスコアになるのになと思ったことありませんか？もうそういう方にとって参考になるような動画になってますので、最後までご視聴いただければと思います。平井弘明のワンナップゴルフ、ポイントとしましては5つあります。1つ目、番手を意識。2つ目、何ヤード打つ。3つ目、ヘッドリード。4つ目、ドローイメージ。5つ目、視点を決める。この5つが大事なポイントになってきます。それでは一つ一つ解説していきたいと思います。まず一つ目の番手を意識すっていうことですけども、どういうことかと言いますと、アイアンはですね、同じような形が、入れてる番手にもよりますけども、だいたい5番ぐらいからピッチングまであると思います。でその中で何番を今持って何ヤード打とうとしているかが明確でないと、なかなかアイアンというのはナイスショットが打てません。なので打つ前に必ず自分が何番を持って今から何ヤードを打とうとしているよということをはっきりさせた方がいいということですね。2つ目、何ヤード打つか、番手関係なく、例えば木があってですね、高い球を打てない、本当はピッチングで打ちたいんだけども、ピッチングで打ってしまうと上の木に当たってしまってグリーンを狙えないから低い球で打ちたい、でも距離的には自分のピッチングぐらいの距離なんだよという場合はですね、7番アイアン、6番アイアンぐらいでやっぱり低く打たなきゃいけない。でも実際今から打つボールはピンまで何ヤードなのということで、自分が今からこの場所からターゲットは何ヤード先にあるかっていうことも1番と同様意識しないといい結果というのはなかなか出ません。この2点ってすごくコースではまあ大事、実践向きなので、ぜひぜひ試してもらいたい2点になります。3つ目、ヘッドリード。これはですね、打ち方ですね。まずヘッドが全ての段階においてリードされてないといけない。だいたいアイアン不得意、苦手、失敗しちゃうなという方っていうのはグリップリードです。こうやって上げるときはヘッドでなんとなく上げてるんですけども、下ろすときになぜか溜めちゃってグリップリード、インパクトも力が入ってなぜかグリップリード、フォロースルーも頭残しすぎてなぜか肘がリードしてヘッドがリードできてない。こういうアイアンショットを結構見ます、練習場とかでも。これは本当良くない。まずはヘッドがきっちり一番先に一番多い運動量で動いてるかどうかというのがアイアンのすごく大事なポイントの一つになります。ヘッドリードですね。ヘッドを常に動かしてあげて、ヘッドにつられて腕、体という順番で動く、フォロースルーもヘッドにつられて腕、体というふうに、とにかくヘッドに全てが引っ張られるというイメージでぜひぜひ試していただきたいスイングの形の一つになります。4つ目、ドローイメージ。これはですね、もちろん持ち球によるので必ずしも試していただきたいポイントではないんですが、アイアンに関してはドローボール、右から左に曲がる球を意識していただくと3番のヘッドリードがすごくしやすくなります。なのでこのドローイメージ、球筋ですよね、右から左へ少し曲がるような球を打っていただく練習をどん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 していただいた方がいいです。でここでですね、意外とドローを打ってみてくださいっていうと、ドローってどうやって打つの、どういう形で打つの、そんなのは一切関係ないんです。とにかく左に曲がる球を打ってみてくださいというようなニュアンスでいいです。
形なんかどうでもいいんです。コースで求められてるのはボール、飛んでく球なんです。でも練習場で意外と皆さん求めてるのは形、スイング、もうこれを求めすぎて結局一番大事なボールを見失ってるような感じですね。ちゃんと飛んでくボールを意識しなきゃいけないんです。飛んでくボールを、例えば右から左へ曲がるボールを打つんであればどういう形をするのと、初めてそこでスイングが決まるっていうことになりますので、先にこう、いやどうやって打つの、形はどうなのっていうよりはボールを意識していただく、ドローボールをイメージしていただくのがアイアンではすごくいいスイングに結びつくかなと思います。最後5つ目、視点を決める。これもですね、すっごく大事なことなんですけども、視点を決めるグリップの、このグリップエンドを視点として考えてください。この視点を決めます。スイング中にここを、例えばハンドファーストにする方でしたら視点がここになりますね。このポジション、このポジションから上げるんですけども、ここが視点になって上げて下ろします。そうするとヘッドが、視点があるのでヘッドが一番こうやって動きますよね。そうするとアイアンっていうのは比較的当たりやすくなるんですけども、スイングの話をちょっとしますと、ためを作ろうとしている方とか、ハンドファーストにインパクトしようとしている方っていうのはもうすでに視点ずれてますよね。この視点が左にずれればずれるほどボールは捕まりづらい、要は左に行きづらく球が上がりづらくなる、これを分かってください。視点が右側、ご自身の右側にずれればずれるほどこういうことですよね。球が上がりやすく左へ行きやすい、要は捕まりやすい球が出る、これは必ず覚えてください。なので一番オーソドックスなのはもちろんハンドファーストにせず真ん中で構えることが一番理想なんですが、ごめんなさい、イメージ、僕練習場で見て8割の方がこうやってハンドファーストにしちゃうんですよ。あれ本当不思議なんですよ。何のためにしてるのかなと。ハンドファーストにしてどういうメリットがあって、その自分が出るミスを上回るものがない限りはあまりおすすめしないんですけども、結構皆さんやりたがる。なので必ずやってることに対して自分で理由を説明しなければ、できなければあまりおすすめはしないです、特にハンドファースト。なので視点っていうふうに戻りますけども、自分の体の中心にグリップエンド、若干左に傾くぐらいでは全然問題ないのでいいです。グリップ同じ太さ分左にずれるぐらいですかね、2センチぐらい真ん中よりも左にずれるぐらいでしたら何の問題もないんですけども、左の太ももの外側をこうグリップエンドが向いてたりとかですね、結構見るんですけども、こうなってしまうと打つ時にヘッドは必ず遅れてきますよっていうことを必ず覚えておいてください。そういうことが起こります。ヘッドが遅れてきたらもちろん右に行きやすい、球が上がりづらいということが起こりますので、これは絶対に覚えておいてください。はい、それでは今回のまとめですけども、一つ目の番手を意識、まず自分が何番を持って何ヤード打とうとしているかというのがすごく大事なポイントとなってきます。2つ目、何ヤード打つか、今自分がボールのところに立ってこれからターゲットに対して何ヤード打とうとしているのかというのがすごく大事なポイントになってきます。3つ目、ヘッドリード。アイアンではですね、ヘッドにつられて全ての動作をつられて行う、ヘッドに引っ張られて動くということになります。4つ目、ドローイメージ。アイアンはですね、右から左へ曲がるような球筋を強く意識していただいた方がよりいいショットが打てるかなと思います。5つ目、視点を決める。グリップエンドが視点だとしたら、スイング中にこの視点をあまりずらさず自分の体の真ん中でクラブを振ってあげるというイメージ、この5つがですね、アイアンのうまく打てるようなポイントとなっております。
今回も最後まで視聴ありがとうございました。